仮想マシーンに、仮想マシーンで、まあ、A ドットアウトというか、マシンファイルに、この108をこう埋める。この例ですね。AL を2倍して、こっちですね。AL を2倍、5倍して格納するというやつです。で、もともと、埋め込むためのファイルというのが作ってあってですね、それをこう、これで。マイアスム、M3 アウトです。で、これまず実行可能にして、マイアスム M3 ドットアウトプラス X で実行可能にします。そうすると、マイアスム M3 アウトというのが、まあ、実行されて2って出るわけですね。で、これがもともとの、C から生成したマシモのことですけど、結局、ここで、EAX レジスタに0を入れてあってですね。で、ちょうどここの部分が何もしないということなんですが、全部で、32バイト分あります。で、この32バイト分のところで何か書いてですね。で、そうすると最終的に、AX レジスタに、まあ、正確に言うと EAX レジスタなんですが、ここにあるように、ここに書いてある情報をプリント F で、出します。そういうことになってます。だから、この32バイトのところに書けばよろしいと。で、これ、壊れてしまうとまたコピーしないといけないので、まあ、こうやっておきましょう。で、これは実行できます。で、ヘクスカースの TJT でヘクスカースを起動しましょう。それでですね、探すにはファインドですか。これは5番目なんで F5 です。それで、90というところが何もしない。90が並んでるところなんですが、ここはまだ違いますね。それでまだ90ってやると、ここもまだ並んでないですね。で、90がいっぱい並んでるのがこのあたりですね。で、90はまあ何もしないんですが、1160あたりからここに書き込むと、で、これで、B0、02、8、3から00D8、これシフトですね。00D8、1回、2回、3回、4回やりましたよね。というわけで、これで打ち込み完了ですね。で、これで、保存なんで、セーブが2番目なんで F に押します。そうすると、セーブファイルが効いてくるので、これ書き込みました。で、最後に、クイットが8番目なんで F8 を押します。で、もう保存はしたので、N を押して保存終了ですね。で、これで T.T ってやると、2の5倍なんで10になりました。で、本当に動いてるのかなというんで、もう一回、さっきのところですね。どうすればいいんだろう。これでいくしかないですかね。結構時間。検索した方が早かった。9090の。検索した方が良かったかな。ここですね。それで、1160あたりです。それで、B002 でこれに、2が入ってるんですが、今度は3を10倍してみましょう。ここ3に変えます。で、F2 で保存して、それで、1で終了と、ノートをします。で、今度は3を15なんで15って出ればいいんですが、ちゃんと15って出ましたというわけです。というわけで、この8086の、マシン語のコードは、まあ、完全じゃない、確かめてないので完全かどうかわかりませんが、一応こう近代的な、インテルコアですね、64ビットプロセッサーでも動いてしまうということを確認できました。